はい、こんにちは。今回ですね、前回動画編集者、エディターが単価を上げるための方法っていう動画をアップしたんですけれども、それに引き続き、僕がですね、今、アフターエフェクツのチュートリアル系 YouTuber として、活動してるんですけども、その YouTube のチャンネル登録者数が、今2万約7000人ぐらいいるんですけれども、その2万7000人にどういうふうな戦略を立てていったのかっていう話を、イベントでね、したので、そちらをご覧いただきたいなと思っています。で、まあ大前提として、僕もともと、チャンネル登録者数を増やそうって思ってやったわけじゃなく、単純に趣味としてやり始めてたのが最初で、で、まあ途中ぐらいから、まあこれどうやったら、まあもっとみんなに届くかなと思って、まあいろいろね、戦略を立て、いろいろ自分の中で考えたことをいろいろこう行動してやってみたんですけども、その中で、うまくいったこととかうまくいかなかったことっていうところを、皆さんにお伝えできればなと思ってます。じゃあ逆に僕がこれから、まあ、アフターエフェクツに限らず、チュートリアルの YouTube をやるってなった場合に、まあ、例えば、僕っていう存在がいる中で、どうやってこのダストマンをね、倒していくのかっていうところの戦略なんかも皆さんにお伝えしているので、そのあたりも見ていただければなと思います。まあ僕なりに分かりやすくまとめたつもりではあるので、まあ皆さん何かの参考になればと思って、今回動画として投稿することに決めました。それでは早速、行ってみましょう。YouTuber をやってみた結果、チャンネル登録者今2万6000人で、まあ、さっき言ったんですけど、みんなから感謝されるんで、仕事では味わえない圧倒的楽しさがあります。で、真面目にやれば結構広告収入もいくんですよ。特にチュートリアルとか教育コンテンツっていうのは単価がめちゃくちゃ高くて、普通のエンタメ系とかの多分3倍から4倍ぐらい の再生単価があると思います。まあ、僕の場合は狂気の1時間半とかっていうチュートリアルがあるんで、YouTube は基本的に再生回数の再生時間をメインにやってるんで、やっぱちょっとね、僕のは長いんで高いのかもしれないですよね。で、今年の4月と5月に、受注の仕事を1本も受けずに YouTube だけでやったんですよ。そしたらですね、朝8時に普通に自分の事務所に行って、で5時ぐらいまで YouTube やって、めっちゃアップしてた時ですね。で、家に帰れるんですよね。で、早い時なんかもう3時ぐらいに終わって帰れるんで、なんか YouTuber めっちゃ健康じゃんって思ってたんですよ。なんか映像制作者より YouTuber の方が多分健康だなと思って、まあ、企画ものとかやってる人たちは結構頑張ってんだと思うんですけど、チュートリアル系で言えば結構ね、健康にやっていきます。で、まあ、2万6000人までの奇跡ってみんな知らないと思うんですけど、大体ですね、僕2018年の1月ぐらいにスタートしたんですよ。で、その時半年ぐらいで1000人ぐらい、1000人突破して、で、また半年からちょうどもう結構経つか。3月ぐらいで4000人で、で、受注をやめた4月ですね。あそこでガガガって追加してったら、なんと9000人増えたんですよ。で、そこからもう大体1日、100人ぐらい、100人から120、30人ぐらいずっと増え続けてて、4月、5月はまあ本当にブーストがあったんですけど、最近はまああんまり上げてないんで、まあでもそれでもずっとこんな感じでやってます。で、まあこれを僕何の考えなしにやっていったかっていうと、まあ意外とそういうわけじゃなくて、割とね考えてやってきました。で、僕が初めにやろうって思ったのは、僕海外のチュートリアルを多分数で言うと4、500個やったんですよ。で、その結果、日本のチュートリアルは、やっぱりクオリティが、短いものを出すっていうのが基本だったんで、やっぱり短いっていうことはクオリティは出しづらいんですよね。なんで、これちゃんと時間かけたら、国内のチュートリアルでナンバーワンのクオリティ出せるぞと思って、まずはナンバーワンのクオリティを目指しました。で、まだ日本で誰もやってなかった、顔出しプラスチュートリアルっていうのを国内で初めてやりました。で、あと最初の3分で、まあいろいろ僕やってるんですけど、あそこに、YouTube っていう文化をあえて取り入れて、もう基本的にね、みんなあそこしか見てないの僕知ってるんですよ。で、その後は、やりたいって思った人だけがやるっていうスタイルで、ただ、なんか、ダストマンこういうの上げてるっていうので見て、チュートリアルが始まるところまでは見るっていう感じのところを、まあ基本的には狙ってるんですけど、でもそれ
で言ってもやっぱ最初の3分っていうのは普通のエンタメ系の YouTuber でいうと1本分なんですよね。でそこまで見てもらえるっていうだけでももう僕の中では御の字で、で本当にやっぱそこを入れたからこそなんか今があるんじゃないかなと思ってます。で、SEO 検索って言って Google のキーワードがあるんですけど、あれをですね何気に意識してタイトルに使う文言を選んでます。で僕の YouTube ね、まあんまりなんか裏話言うとこいつせこいなって思われて嫌なんですけど見ていただくとよくあるそのオウンドメディアって言って、いろんなこうリグとかいろんな記事とかアップしてるとこあるじゃないですか。あんな感じでちゃんとですねタイトルでも目を引くようにするし、必要な文言は全部入れるしっていうのでやってるんですね。で、まあ、この間トライラさんと話してたんですけど、トライラさんは最初にやったのはアフターエフェクトっていうあのカタカナ表記でやったんですよ。でなんでアフターエフェクトでやったかっていうと、あれ正式にはアフターエフェクツなんですね、アドビが出してる。でも日本で検索されるワードってアフターエフェクツよりアフターエフェクトの方が多いんですよ。なんでトライラさんは視聴者からなんかチュートリアル出してるのになんでいつもソフトの名前間違えてるんですかみたいなことをずっといじられるらしいんですけど、いやいや考えてこっちやってんのになみたいなことをこの間言ってました。でまあ僕は正式名称でやってるんですけど、カタカナじゃなくて英語のアフターエフェクツっていうのでやってますね。っていうのも僕はどっちかっていうとその初心者っていうよりも常にこうある程度勉強して、そこから一歩先に行きたい人向けにやっていこうっていうので最初始めたんですよ。で、まあ、最初の1000人っていうのがやっぱり壁で、どうやって見てもらおうかなって思った時に、ブックっていう、今多分映像のことをネット検索したら絶対出てくるオンドメディアがあると思うんですけど、そこを使って、ブックに記事をアップするのと、YouTube にもアップするっていう、その両方セットでですね、攻めたんですね。そうすると、Google の SEO にめちゃくちゃ強くなって、記事でも見る人がいるし、動画でも見る人がいるしっていうので、最初のこの4000人ぐらいまではもうこのブックプラス YouTube っていうので行った感じですね。ただやっぱりここから先のこの2019年4月のランですよね、プラス9000人、これ何が起きたかっていうと、たまたまですねやっぱり4000人ぐらいになってくるとある程度なんか僕のことを認知してくれてて、まあ、チュートリアルを、アフターエフェクツのチュートリアルの人っていうのは、ある程度確立してはいたんですけど、なんかどんなことが知りたいのか僕、本当分かんなくて、まあ、僕が作りたいのをいつもアップしてるのはあるんですけど、ちょっと質問コーナーやってみようかなと思って、質問コーナーをやってみたんですよ。そうすると、フリーランスとしての仕事の取り方を教えてほしいとか、あとは、独学で僕全部やってるっていうふうに発信してるんですけど、どうやってその独学で、今の、スキルまでたどり着いたのかっていうのを教えてほしいっていう話がもう圧倒的に多くてですね、みんななんかそっちが知りたいんだと思って、その2本の動画を、質問コーナーの回答としてアップしたんですよ。そしたらそれがですね頑張って作ったチュートリアルよりもババババーって伸び出して、もう一気になんか2万再生とか3万再生ぐらいズガーンっていって、そこで一気に増えたんですね。で、これぐらいの時期にツイッターを本格的に始めました。で、最初はなんかツイッター300人ぐらいだったんですよ。この3月ぐらいの時は。そしたら今6000人ツイッターいるんですけど、そんな感じでなんかこう、このフリーランスとして、僕のいわゆるその、プライベートというか自我の話みたいなのもたくさんして、あと過去どういう経緯をたどって今に至るのかとか、普段どういう生活してるのかとか、そういう話をすると、一気に多分視聴者さんとの、何ですかね、あ、ダストマン人間なんだみたいな、VTuber じゃなかったんや、みたいな感じになって、やっぱり多分一気にこう、チャンネル登録してくれる人が増えたんだと思うんですよ。で、チュートリアルだけだと、やっぱり消費されるコンテンツっていう感じでやられるんですけど、顔出しして、そうやって、まあ自分の人となりみたいなのを話すと、やっぱりその人間として見てもらえるんで、この人の発信することはちょっと見てみように変わったんだと思うんですよね。で、この時にさっき白戸さんと一緒に出た VGT っていうビデオグラファーズ東京っていう大きいイベントがあって、で、この時がちょうど9500人ぐらいだったんですよね。で、会場で1万人いけるかチャレンジみたいなのを流しながらずっとやってたんですけど、結局行かず、僕と白戸さんの、違う、僕の登壇か。僕一人の登壇のが終わって20分後に1万人に行って、
畜生と。俺持ってねえなって思いながら終わったんですけど、まあでもそれぐらいで1万人は超えた感じですね。で、じゃあ登録者2万6000人ってぶっちゃけどうなんっていうことなんですけど、ちょっとここ写真やめとこうかな。今、月2、3本ぐらい更新してるんですけど、広告収入で言うと10万から12万ぐらい入ってるんですよ。YouTube で。で、多分僕、週に3本か4本ぐらいアップしたら、多分広告収入で4、50万いくんじゃないかなと思ってます。で、もうこれぐらいの登録者になると、僕の YouTube の登録者って、今ここにいらっしゃる方手を挙げていただきましたけど、映像制作をやりたい18歳から35歳の人のほぼ男性が 90% 凝縮して揃ってるんですよ。で、それって広告したい人にとってはめちゃくちゃ良くて、そういう感じ。まあ、つまり激アツということですね。で、これから YouTube をやりたい人、におすすめなのは、まずですね、〇〇の人になろうっていうのを僕はずっと提唱してます。で、僕もこれ戦略としてやってたんですけど、僕は、まず、アフターエフェクツのチュートリアルの人になろうと思って始めました。で、アフターエフェクツのチュートリアルの人っていうのがある程度、あれ、たまたまなんですけど、確立した段階でフリーランスの話をアップしたんですね。そしたら、あ、この人アフターエフェクツのチュートリアルじゃなくて、フリーランスで映像制作もやってるんだみたいな感じで、ちょっとね、属性が一個増えたんですよ。で、最近はなんか田舎暮らしのめちゃ緩いのんのん日和みたいな動画を上げたんですけど、そしたらなんか、あ、なんか田舎暮らしもなんか面白そうだな、この人みたいな感じになって、今ですね、僕は3つの属性があるんですね、こういう感じで。で、じゃあ皆さんが、〇〇な人っていうのをやろうと思った時に、僕の時はですね、アフターエフェクツのチュートリアルをメインにやってる人って、電報寺さん、トラエラさん、アクションプラネットさん、僕だけだったんですよ。ってことは、この電報寺さん、アクションプラネットさん、トラエラさんがやってないことのを僕がやれば、アフターエフェクツの人に簡単になれるなって思って、狂気の1時間のチュートリアルとかですね、たくさん上げてたんですね。あれは誰もやってなかったんで。だから勝てたんですけど、今からやろうと思うと、もうアフターエフェクツの人っていうのですら、ジャンルが広いんですよ。結構今、YouTube でチュートリアル上げてる人がいて、僕の中で、やっぱでも、ある程度やっぱ見てもらうためのクオリティはやっぱ絶対必要です。見て、やっぱり皆さんもそうだと思うんですけど、例えば、ボールが跳ねるアニメーションを作りますって言っても、再生しても閉じるじゃないですか。これはまあいいかな、みたいな。じゃなくて、自分がこれを作りたかったって思うものを上げてる人のやっぱ見ると思うんですけど、とはいえですね、まだいないのが、そのアフターエフェクツのシェイプアニメーション特化の人とか、あとはキャラクターアニメーション特化の人ってやっぱいないんですよね。で、まあ、例えば結構そのキャラクターアニメーションっていうのは需要がめちゃくちゃあって、アフターエフェクツでキャラクターアニメーション作りたくて調べたら、多分今日本だとほとんど出てこないんですよ。で、ここをメインにガガガガガってやっていけば、結構ね、いけるんじゃないかなと個人的には思ってます。で、じゃあニッチに攻めた方がいいよって言って、ニッチに攻めすぎる人がいるんですけど、ニッチを勘違いしたらダメで、もうたまにですね、もうあまりにもニッチすぎて、もう全く需要がないみたいなのをあげる方がいるんですけど、結構ね、それだとね、誰も見なかったりするんで、ちゃんとそのコンテンツに、潜在的な需要があるかどうかっていうのを冷静に見て、それでもニッチかどうかっていうところを判断してやっていけば、まあ、今の YouTube でも全然、アフターエフェクツのチュートリアルを継続してちゃんと上げれてる人ってなかなかいないんで、全然いけるんじゃないかなと思ってます。で、さっきずっと言ってたんですけど、抽象度っていう概念が僕の中ではかなりこの情報発信においては大事だと思って、その視聴者さんに対して〇〇な人っていうのがちゃんと紐づいたら、もうそこは確立するんで、それがちゃんと紐づいたら次の属性が付与される動画を上げていけばいいかなと思ってるんですよ。で、僕の場合だと、アフターエフェクツのチュートリアルっていうのをずっと上げてったんですけど、そうすると、アフターエフェクツの人っていうのがつきました。で、アフターエフェクツの人ってついたら次フリーランスの動画を上げますってなったら、アフターエフェクツ兼フリーランスの人みたいな感じで視聴者がね、アフターエフェクツのチュートリアルだけ見たかった人と、フリーランスとしての僕を見たい人っていうのが増えるんですね。で、次になんか田舎暮らし、まああれ適当に上げたわけなんですけど、上げたら、なんかそのクリエイターで田舎暮らしみたいなのも面白いなみたいな感じで見てくれる人が増えて、こうするとですね、アフターエフェクツだけじゃなくて、抽象度が上がって、どんどん分母が増えていくんですよ。で、まあ今後、僕が、目指してるところっていうのは、最近なんか、
見てくれてる人分かると思うんですけど、カメラマンさんとか呼んで撮影のところまで全部解説したりするじゃないですか。で、まあ、僕が今目指してるのはテレビ CM とかの仕事にもう YouTube のカメラ全部入れて、 CM 側の打ち合わせから制作の最後までのワークフローを全部 YouTube で公開するっていうのをやらせてくれって言うんですけど、誰も OK してくれないですね。募集しております。ワコムさんどうかな。で、抽象度の、ね、上げ方のバランスなんですけど、あんまりですね一気に上げるとこの人何の動画上げてんだろうっていう風になるんで、まあ、既存の動画9対1みたいな感じで上げていって、で、なんか1の方のリアクションが良かったら、ちょっとずつ増やしていくみたいな。だから僕も基本的にはアフターエフェクツのチュートリアルっていうのの数が一番ボリュームとしては多くて、あとおまけコンテンツとしてあれを上げているっていうのをやっていかないと、なんか気がついたらこの人アフターエフェクツのチュートリアル上げなくなったねってなると、本来こう見てくれてる人がやっぱ離れてちゃうと思うんで、まあ、戦略としては良くないよねっていう感じですね。で、まあ、ずっとやっていくとテンプレートと一緒なんですけど、みんなが知りたい動画は全部伸びるんですよ。で、僕気づいたのが、そのアイアンマンの HUD の動画を上げたんですね。で、あの時が初めて一番長尺のを上げたんですけど、あれ今もう5万5000再生ぐらいいってて、で、1時間43分で、多分普通にアイアンマン見るのとあんま変わんないぐらいの時間なんですよね、あれ。でも、やっぱりみんなアフターエフェクツやってる人ってあれ作りたいんですよ。だからやっぱ伸びるんですよね。あと最近なんかホログラム の, スマホで出るやつも上げたら、あれもすぐもう4万再生ぐらいいって、やっぱりなんかこう、みんながアフターエフェクツ触った時に仕事に生きるかどうかっていう話は置いといて、みんながこうロマンとして作りたかったものをちゃんと上げるとちゃんと伸びるんだなっていうのが僕の感覚値としてあります。だからまあシェイプアニメーションとかキャラクターアニメーションとかも、その当時自分が作りたいって思ってたものをチュートリアル化してあげると、同じこと思ってる人ってたくさんいるんで、そういうので最初やっていくといいんじゃないかなと思います。でも最初はですね、YouTube の中のアルゴリズムが整うまで全然検索しても自分の動画出てこないんですよ。で、感覚的に言うと3ヶ月ぐらい、YouTube の中のその検索ワードの最適化が終わらないんで、最初の3ヶ月全然伸びないと思います。ただなんかある時からなんかポンポンポンって伸び出すんで、そこはやっぱり、YouTube に関してはもう早ければ早いほどやるのはいいんじゃないかなと。とりあえず1本上げとくとか、そういうので長期間でやっていくといいと思います。僕もなんか一時チュートリアル半年ぐらい空いた時もありましたし、まあ、今も1ヶ月ぐらい空いてたりするんですけど、まあ、そうやって定期的に上げていくと、やっぱ上げるとなんか他の動画もこう検索が上がったりするんで、なんか結構不思議なんですよね、あれ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ポイントとしては〇〇な人になろうというところが僕の中で一番、重要なところで、その〇〇な人になった後にどういうふうに抽象度を上げていくのかっていうところが一番ですね、重要なポイントになってきます。ただまあ YouTube っていう性質上やっぱりこう継続的にアップしていかないといけないので、まあ、そのね継続してアップしていくぞという気合と、時間をどういうふうに作るかっていうのが一番の課題になっているんですけども、まあ、僕自身も、仕事が忙しかったり別のことをやってるとなかなかね、まあ、皆さんご存知の通り不定期のね更新になっちゃってるんで、まあ、なかなかアップはできてないんですけど、まあそんな全然アップしてない僕でもまあ、ここまで来れたんで、もっともっと時間を費やしてガガガッと集中してやれば、一気にねガッといけるんじゃないかなと個人的には思っておりますので、まあ、もしねこれなんか参考にしてこれからやっていくぞっていう方はご参考にしていただければ嬉しいなと思っております。次回はですねテンプレート販売っていうのを最近僕やってるんですけども、そのテンプレート販売を、これからどういうものが流行るのか、どういうものを上げていったらいいのかっていうのをお話ししたので、次回はそれをやっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。